フォルトゥナのチケット購入サイトはドイツ語のみとなるため、日本語の説明動画を参考にご購入ください。右上のログインから登録画面へと移行します。すでにアカウントをお持ちの方はログインを行い、その後2分43秒からご覧ください。アカウントをお持ちでない方はまず新規登録から登録を行います。登録画面に移行しましたら、以下の情報をローマ字で入力します。また赤い米印のついた欄は必須項目となります。なお次に入力する情報はサンプルとなります。まず性別を選びます。職業別の敬称をお持ちの方は隣の敬称の欄へ入力します。名の欄に名前、姓の欄に名字を入力します。会社で登録を行う場合は会社名を入力します。国を選択し、住所を記入の上、番地を入力します。市区町村は住所その他の欄に入力します。郵便番号は数字だけ入力し、都道府県を入力します。日本の電話番号を記入の際は、日本の国番号プラス81を頭につけ、番号の始まりの0を抜いたものを入力します。メールアドレスを入力します。チケットを購入した際、証明のメールが送信されます。生年月日を選択します。ニュースレターをご希望の方はチェック欄をクリックし購読します。なおニュースレターはドイツ語となりますのでご注意ください。お客様のアカウント用のパスワードを作成します。このパスワードは数字、大文字、小文字を含む最低8文字で構成してください。パスワード確認の欄に同じパスワードを入力します。入力情報を確認した上、利用規約、プライバシー規約を承諾し、入力完了をクリックしましたら登録完了となります。登録が完了しましたら、こちらからログインを行います。ユーザーネームとなるメールアドレス、登録時に作成したパスワードを入力し、ログインをクリックします。ログインが完了しましたら、右上のチケットにカーソルを合わせホームゲームを選択すると購入可能な試合が表示されます。希望の試合を選択します。なお販売状況が緑の場合は残りチケット多数、黄色の場合は残りわずか、赤の場合はほぼ完売状態となります。左に出てくる対戦相手チームロゴを確認の上、1から購入希望ブロックを選択すると、そのブロックからのビューがご覧いただけます。他のブロックを希望する場合は再選択することも可能です。続いては2で座席指定方法を選択し、チケット枚数を選択します。なおベストシートを選択すると、システム上で最も良い座席が自動的に選択されます。3には購入可能な座席とその金額が表示されています。ご自身の希望の座席は4の画面から選択してください。その際画面の下がピッチサイドとなります。希望の座席を選択後、5に表示されたカテゴリーをチェックすると、購入希望のチケットが6のカートに追加されます。6から選択したチケットの確認が可能です。座席と金額を確認の上、支払いへと移行します。発送先住所と請求先住所をご確認してください。変更が必要な場合は住所を変更から変更可能です。支払い方法の選択の上、発券方法を選択します。この動画では支払い方法としてクレジットカードを、また発券方法としてはチケットを携帯アプリへ保存、または自宅でプリントアウトできるモバイルチケットプリントアットホームを選択しご説明いたします。発券方法としてモバイルチケットプリントアットホームを選択し、画面を下にスクロールしてください。右側のバスマークをクリックし、チケットをご利用されるお客様の個人情報それぞれを入力してください。ブンデスリーガ観戦チケットには
公共交通機関の往復乗車代が含まれることになりますが、入力情報とお客様の情報が異なる場合、使用不可となりますのでご注意ください。ギフトカードなどをお持ちの方は割引コードを入力します。入力情報をご確認の上、利用規約とプライバシー規約をチェックし、購入をクリックしてください。カード情報を入力し、購入をクリックすると購入完了となります。購入完了後、モバイルチケットプリントアットホームが添付されたメールが届きます。事前印刷をご希望の方は添付されている PDF を印刷しご持参ください。モバイルチケットを希望の方は添付されているウォレットのファイルをクリックすると追加画面へと移行し、右上の追加をクリックして追加完了です。